私は高校1年生の桐谷夏菜。なんとか頑張って地元でも有名な難関校に入学することができました。ああ、優香と同じクラスが良かったな。でか、夏菜の担任めっちゃヤバくない？そうだよ、ムスッとしてて怖い。おい、相変わらずちっこいな、夏菜。ああ、なに？ハヤトだよ、ひってえな、覚えてない？ハヤトって、もしかして松本ハヤト？そう、懐かしいだろ。ハヤトは私と同じマンションに住んでいた幼馴染です。幼稚園の頃から家族ぐるみで仲が良かったのですが、小学校4年生に上がる前に県内の別の小学校に転校してしまって。小4以来か、夏菜は全然変わってねえ。ちょっと近いってば。そういえばハヤトって野球やってたよね。うん、今もやってるよ。すごい、もしかして野球部の推薦で入ったの？ああ、いや違くて、勉強、いい仕事に就くためにはいい学校出てないとダメだろ。いやー、ハヤトっておバカキャラだったからこの高校にいるのびっくりだよ。さらっとひどいこと言うなよ。ごめん、ハヤトは何組なの？3組、夏菜は？私は1組。ってことは優香と同じじゃん。私の中学の友達なんだ。はじめまして、よろしくね。あ、中学の、よろしくお願いします。その態度、急にどうしたの？優香が可愛いからって緊張してんでしょ。ハヤト君面白いね。そろそろ部活の説明会あるから、じゃあな。ねえ、ハヤト君めっちゃかっこよくない？あんな幼馴染超羨ましいんだけど。そう？昔はあんなシュッとした感じじゃなかったけどね。ハヤト、なんか男らしくなったな。はい、誕生日プレゼントあげる。ありがとう。夏菜ちゃん、ふわふわちゃんが好きでしょ？うん、すっごい嬉しい。あれ、自転車の鍵がない。まあ、何やってんの？夏菜は相変わらずどうしたな。気安く触んないでよ。はい、そこに落ちてたぞ。たく、夏菜って昔からおっちょこちょいだよな。ありがとう。当時であんまり優香ちゃんに迷惑かけんなよ。そうだ、これから1年だけで練習試合があるんだけど見に来ない？見たい。夏菜も見るでしょ？まあ用事もないしいいよ。よっしゃ、俺の活躍を見てろよ。すごい、三振。ハヤト君って野球うまいね。そうだね、かっこいいな。そう？あのさ、私ね、ハヤト君のこと好きになっちゃった。え？最初に会った時からずっと気になってて。夏菜はハヤト君のことどう思ってるの？は？え、なんで？だってすごい仲良さそうじゃん。ハヤト君も夏菜のこと好きなのかなって。いや、ありえない、私たちそういう感じじゃないから。でも実際どうなの？私、ハヤト君と付き合うのが夏菜なら諦めるし、むしろ応援するよ。正直そういう目で見ちゃいけない気がしてて、女子扱いされたことないし、向こうもただの幼馴染としか思ってないからスキンシップとかできるんだろうし。はぁ？そういう頭でっかちなこと聞いてない。好きか好きじゃないかどっちなわけ？好きか。夏菜、頑張ってね。私本当に応援してるから。うん、ありがとう。てか、夏菜以外は認めたくないから、あんたに頑張ってもらわないと困るのよ。ゆうか。ハヤト、お疲れ。ちょっといいかな？おお、ちょうど俺も話あったんだよ。いいよ。ああ、先に俺からでいいか。はい、これ。何？誕生日プレゼント。え？覚えててくれたの？まあな。これ。ふわふわちゃん好きだろ。懐かしい。てかこれ小学生向けのキャラだし、私もう高校生なんですけど。いや、そんなに笑わなくていいだろ。だって夏菜すげえ好きだったじゃん。嬉しいよ、ありがとう。あ、話ってこれ？いや、もう一つあって、俺夏菜のこと幼稚園の頃からずっと好きでした。え、嘘。ハヤトは私のことただの幼馴染としてしか見てないのかと。まさか。だって俺この高校入ったのも。ねえ、夏菜ちゃんって覚えてる？え？ああ、桐谷夏菜な。西高校を受験するんだってよ。あんたと違って頭良くて羨ましいわ。うん、覚えてるに決まってんだろ、ずっと好きなんだから。よし、西高校絶対に受かってやる。
そうだったの？だから入学式で夏菜と再会した時、俺本当に嬉しくてさ、正直あの時めっちゃドキドキしてたし、だから俺と付き合ってください。うん、よろしくお願いします。マジで？やった！話あるって言ったじゃん。実は私も小学生の頃の私たちに今のこの状況を教えたらどんな顔するだろうな。